フランソワ2世は、ブルターニュ公。ブルターニュ系ドルー系最後の男系男子で、ブルターニュ公ジャン4世の孫である。父エタンプハクリシャールは、ブルターニュ公ジャン5世及び、アルテュール3世の弟であり、母マルグリット・トルレアンは、オルレアン公、ルイ・ド・バロワの娘で、シャルル・ド・バロワの妹である。1458年、着死のなかったおじアルテュール3世の死後に、行位を継いだ。 シチリシャールは1438年、フランソワの幼少時に、すでに死去していた。後位は1442年から、いとこのフランソワ1世、ピエール2世兄弟、オジアルテュール3世に継承されていたが、いずれも男子がなかったため暴流だった、フランソワ2世に受け継がれていった。諸行への干渉と、中央集権化を目論むフランス王ルイ11世と、対立。 1465年4月に、ルイ11世の弟であるベリー公シャルル及び、シャロレー伯シャルルと、公益同盟を結成したが、外交で同盟を切り崩され、同年12月に、ルイ11世と和睦した。しかし1467年に再びベリー公、ブルゴーニュととカリニ西からノルマンディへ進行したが、ルイ11世の反撃で、翌1468年9月に、 またもやは僕を結び、二度の反乱で、フランスは二世は得るところがなかった。だが同年に、イングランド王エドワード四世と同盟を結んだ上で、ベリー公ブルゴーニュ公とも手を取り、1471年に三度目の反乱に踏み切った。この時も、常備軍を所有していたルイ11世が優位を保ち、翌1472年5月に、ベリー公が急死して、 反乱軍の一角が崩れ、10月にルイ11世とは牧した。ブルゴーニュ公は戦闘を継続したが1477年のナンシーの戦いで、敗止エドワード4世も1475年にルイ11世とピキニー条約を締結、反乱は閉廷され、フランス王権は強化された。この間、フランスは2世は、 バラ戦争でイングランドから亡命していたヘンリー・チューダーとおじのジャスパー・チューダーを1471年からバンヌに、閣前1476年にエドワード4世が二人の引き渡しを要求すると一時従おうとしたが撤回。バンヌはヘンリー・チューダーを中心とする繁栄ク長の拠点と、かしたが1484年にフランス王アニセは精神障害に侵されたため、 ヘンリー・チューダーはフランスへ移動した。翌1485年にイングランドへ上陸し、ボズワースの戦いでイングランド王リチャード3世を討ち取ったヘンリー・チューダーは国王ヘンリー7世に即位、チューダー朝を開くことになる。1483年にルイ11世が亡くなり息子シャルル8世が即位すると、摂政で姉ア,アンヌド・ボージュート・ブルボンコ・ピエールに世夫妻が、 ルイ11世の政策を引き継いで諸公への干渉を、クワダテ、ブルターニュの貴族たちと接触し、息子のないフランソワ2世の守護シャルル8世を、ブルターニュ公とする彼らの指示を取り付けた。反発した、フランソワ2世は1486年に2番目の、妻との間の長女アンヌを、後継者に定め、オルレアン公ルイ2世らと結んで王家に4度目の反乱を起こした。 同家戦争と呼ばれる反乱は2年間続いたが、1488年7月28日のサンイコールーバンイコールデュコルミエの戦いで、ブルターニュ軍は王軍に敗北し、ブルターニュも制圧され、8月20日にフランソワ2世はシャルル8世の許可なしに、娘たちを結婚させてはならないとする、ベルジェ条約を受け入れざるを得なかった。戦後フラン世はバに熱中したが、 9月9日に落馬事故で死亡した。55歳だった。当時11歳のアンヌが、ブルターニュ行為を継いだが、1491年に、シャルル8世、後に、ルイ12世の2代のフランス王の人なったことで、ブルターニュは事実上王けが、手中に収めていった。最初に、重慶フランスは1世の息子とイザベラ・スチュアートの、娘マルグリッド・ド・ブルターニュと結婚し、 一難を設けた。マルグリットとの死別後に、ホアハクガストン四世と、ナバラ女王、レオノールの娘マルグリットド・ホアと再婚し、二女を設けた。ビルキエ男爵夫人、アントワネット・ド・マニュレオ1461年以降、愛称とし、彼女との間に、マシクール領主、フランソワ・ダボグルを含む五子を設けた。ありがとうございます。